本日発表いたしますこの新型ラフェスタハイウェイスターは、お客様の機能面とエモーショナル面、この両面でのニーズを満たします、高い競争力を持つモデルとして仕上げた商品でございます。本日このラフェスタハイウェイスターを導入することによりまして、ラフェスタ、セレナ、エルグランドと日産のミニバンラインナップは、価格の面でも機能の面でも性能の面でもより強化され、ミニバンを志向されるお客様のさまざまな要望にきめ細かくお答えすることが可能となります。つまり父親としても今時の男子としても外したくないというのが彼らのニーズのキーワードです。最近仕事をバリバリこなしながら家庭も大切にし、また外見やファッションにも手を抜くことがないイケてる旦那様が増えております。イケダンという言葉でも話題になっております。そのようなお客様のニーズを私たちはこの商品コンセプトに落とし込みました。かっこいいのにできるやつ、ウェルバランスドハイウェスターです。はい、日産デザインの秋山です。チーフデザイナーやっております。今回、ですね、日産のミニバンシリーズの、ラインナップとしてですね、ハイウェスターシリーズというのがあるんですけども、上はエルグランド、それからその下にセレナで、今回の車がラフェスタでして、すべてハイウェイスターというグレード展開を入れております。ハイウェイスターというのがそのミニバンの日産ミニバンの、トップラインナップシリーズなんですけども、その3つ目の車としてのラインナップを今回やっと揃ったということになります。で、ファミリーリセンブランスという言い方をしているんですけども、その家族としての、ラインナップのつながりですね、この3つ3本の水平基調の力強いクロームバー、それから下半身ですね、フロントのしっかりとした形、これは3つの車に共通したイメージを持たせております。それからサイドの方ですけども、比較的力強いエルグランド、それから、ボクシーで、その内容の濃さを見せている車に対して、これは非常にスリーク、ルーレーな形で、形状をまとめております。ただそのサイドの流れる形っていうのはですね、昨年出しましたエルグランドの流れるような形、力強さを、これも踏襲しております。リアについてはですね、横一本線のクロームバー、これもエルグランド、セレナ、このラフェスタのハイウェイスターに共通したイメージで、一本筋が通ったものになっております。今回このラフェスタハイウェイスターのエクステリアカラーですけども、これもエルグランド、セレナに通じた基本的には黒いブラックカラーでイメージを合わせております。内装についても黒色を基調にしまして、ダークブラウン、これも3つのハイウェイスター共通のアクセントカラーとして入れ込んでおります。こういったわけで、今日日産としてのミニバン3つのラインナップが完成しました。どうぞエンジョイしてください。日産自動車マーケティングダイレクターオフィスの赤木と申します。本日6月15日ラフェスタハイウェイスターの発表発売を迎えることができました。でこちらの車のですね、特色なんですけれども、まずは、このデザインですね、ハイウェイスターデザイン、日産共通の、アイデンティティなんですけれども、それをまとうことで、スタイリッシュかつスポーティーなデザインとなっております。さらにですね、そのデザインをまといながらも、スライドドアですとか、あとは車内にはフレキシブルシートといった非常に使い勝手のいい装備を兼ね備えているというのがこの車のまず大きな特徴です。であとはアイドリングストップですね、こちらアイドリングストップを搭載することでピュアドライブ第6弾となっておりまして、燃費にも非常に配慮した車となっております。でこの車のですねキャッチコピーなんですけれども、かっこいいのにできるやつというキャッチコピーにしておりまして、まさにこのスタイリングと使い勝手といったものを兼ね備えた車にふさわしいコピーということで、そちらを使っております。でこの車のプロモーションなんですけれども、
まず CM にですね、かっこいいのにできるやつということで、イケダンという人たちを起用しております。でこのイケダンというのは何かと申しますとですね、仕事はバリバリとこなしながら、でもかつ家庭も非常に大事にしているという人たちになります。で見た目もファッションも決して手を抜かない人たちということで、まさにまあこの見た目と機能性を兼ね備えたラフェスターハイウェイスターにふさわしい人たちということで、かっこいいのにできるやつということでイケダンということを採用しています。で CM には実は3パターンありまして、その池田の方たちの日常のシーンを映しながらですね、その池田の人たちを、女優の井川遥さんを起用しまして、池田サポーターという形で起用しまして、池田という形で、その人たちに声をかけるという構成になっております。はい、で楽曲にはですね、リップスライムさんの、甘い生活という曲を、使わせていただいておりまして、さらにですね、楽曲だけではなくて、その CM の3本あると申しましたけれども、その1本に実は、リップスライムのメンバーの方が出演されているということもございますので、ぜひ、チェックしていただければなと思います。で、さらにですね、池田先ほど3本の CM と申したんですけれども、実はさらにですね、全国各地の、いろいろな池田を紹介しながら、全国で32本の CM を撮影し、それぞれに各地の池田を紹介するという企画も用意しております。こちらですね、残念ながらテレビ自体では、各地域ではなければご覧いただけないんですけれども、ウェブの方でですね、池田の特設サイトを設けております。そちらその CM ですとかウェブですとか、いろんなところに登場いただいている池田の方をはじめですね、いろんな方々の池田を掲載しておりますので、ぜひそちら、ご確認いただいて、奥様でしたら旦那さんって池田かなとかですね、あと旦那さんでしたら自分の池田度はどうかなみたいなところをぜひチェックしていただければと思います。はい、その感じでですね、この車デビューいたしました。今週末、来週末とフェアの方を実施しておりますので、実際お店の方に行っていただいてですね、かっこいいのにできるやつラフェスタハイウェイスターを体感していただければと思います。よろしくお願いいたします。